はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、リクエストの多かったクリスマスコーデを紹介していきたいと思います。で、今回なんですけど、マフラーをちょっとメインとして使っていこうかなと思ってて、でそのマフラー1本に対して、2つずつコーデを組むんですが、それがデートコーデと、普通の樹脂会というかそういったコーデを紹介していこうと思います。ということで早速やっていきましょう。で、まず1つ目のコーディネートこんな感じでございます。まずはデートルックということで、イルミネーションデートコーデを今回は作ってみました。クリスマスといったらやっぱり赤と緑のイメージがあったので、今回緑のニットをポイントにして、私らしくカジュアルさもプラスしたいなって思ったので、デニムオンデニムでコーデを組んでみました。デニムだけだと寒いので、上からスタジャンを羽織ってマフラーをしてっていう感じの、ヒールだったりとかで一応女性らしさを残しつつも、そんなに可愛らしすぎない私らしいコーデが組めたかなと思います。We won't be going outside, no way. Stay cozy by the fireplace. Pretty papers and bows, silver and gold. Excitement in the air. So happy to be with you, my dear. Christmas wouldn't be the same. ということで、2つ目のコーディネートこんな感じです。次はガールズナイトルックということで、女子会のコーデなんですけれども、ホワイトクリスマスコーデといっても、全体的に本当にホワイトベース、ホワイト一色で作ってみました。オールホワイトコーデっていうと結構攻めた感じの印象が出るかなと思うので、女子会なんかにすごくぴったりだと思います。さらになんかみんなでホワイトで揃えようって言って揃えたりしたら、すごく写真映えもして可愛いかなと思うんですが、いつも言ってるんですけど、いろんなトーンのホワイトを組み合わせてあげると結構ホワイトコーデで挑戦しやすいと思うので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。では続いて3コーデ目こんな感じでございます。クリスマスデートといったらやっぱり皆さんディズニーが思い浮かぶんじゃないかなと思うので、今回私もクリスマスディズニーコーデ組んでみました。マフラーもねちょっとチェンジして、次はこちらを着回していこうと思います。このミニーちゃんのカチューシャ、この赤のスパンコールのカチューシャがやっぱりクリスマスっぽいかなと思って、今回これに合わせたコーデを組んだんですけど、ちょっとさっきとね被ってしまったんですが、デニムオンデニム風な感じ でその上からファーコートを羽織ってより季節感も出しています。やっぱりこのカチューシャの赤色っていうのもすごくクリスマスらしかったので、この色をトップスにも使ってよりクリスマス感を出しております。やっぱりディズニーって歩き回ったりとかすると思うので、結構カジュアルっぽさが大事になってくるかなと思って、今回こんな感じのコーデにしてみました。では続いて4コーデ目でございます。こちらはクリスマスショッピングコーデということで、友達とのクリスマスショッピングっていうのをイメージしてコーデを組みました。大きめのスウェットをダボッと1枚で着て、その下はデニムのスカートを合わせております。ライダースを羽織ってちょっと辛口なコーデを意識しつつ、でニット帽をかぶってよりカジュアルなコーデにしてみました。やっぱり私はカラーでクリスマスっぽさを出すのがすごく好きなので、この赤色だったりとかマフラーのチェックだったりとかでクリスマス感をプラスしております。では続きまして5コーデ目でございます。これは映画デートコーデっていうので、ちょっとね薄着だとは思うんですけど、映画館っていうことなので、このぐらいでも大丈夫かなっていう気がします。この赤色のニットとデニムっていうのがめちゃくちゃ相性がいいので、絶対この組み合わせはやりたいなと思って、今回こんな感じのコーデにしています。ミニスカートなんですけど、やっぱ露出しすぎるのもデートコーデはどうかなと思ったので、ロングコートでなるべく足をカバーできるようなそんなコーデに仕上げてみました。では続きまして6コーデ目でございます。このコーデ私すごいお気に入ってるんですけど、今回はグリーンカラーをメインとしてクリスマスっぽさを出してみました。コートとヒールとパールのバッグっていうので大人っぽい感じではいるんですが、このスカートとキャップとかでスポーティーらしさもちょっと取り入れたりとかして、うまくこうミックスされたコーデに仕上がってます。こういうコーデはとても女子受けがいいと思うので、こういったクリスマス女子会とかにもすごくおすすめなコーデに仕上がりました。全体的に色は落ち着いてるんですけど、このグリーンカラーがポイントになるので、普段モノトーンが多いっていう方も一つカラーものを加えてあげてもとても可愛いかなと思います。
では続きまして7コーデ目でございます。これは本当にもうホームパーティーっていうのを皆さん前提として見てください。多分絶対寒いしなたんっていう感想がね超えてくるんですけれども、ホームパーティーということなのでちょっと足もね思いっきり出してみたりとかして、ヒットアップっていうので今年らしさもあると思うし、なんかお家のこの温かみのある感じというか、温かいお部屋の中で彼とホームパーティーみたいな感じで、結構このコーデ私もね満足いったコーデなんですが、やっぱりこのパンツとトップスっていうのがグリーンとちょっと赤っぽい感じのクリスマスっぽい感じの柄のパンツがあったので、今回はこれを組み合わせてみました。では続いて8コーデ目でございます。これはもうクリスマス女子会コーデですね、完全に、まあ、スウェットっていうのは今年結構流行しているので、まあ、それをクリスマスでも取り入れようということでグリーンのスウェットのセットアップを今回は使ってます。まあ、ただクリスマスっていうのでちょっと大人っぽさだったりとかお出かけ感も欲しいかなと思って、足元はヒールだったりとか、まあ、コートを上から羽織ってでマフラーをしてちょっとこうドレスアップした雰囲気もプラスしています。なんか私のイメージ的にはこれはお家でホームパーティーをしてるんですけど、ちょっと足りないなとか、ちょっと買い出し行こうよってなった時にパパッとお出かけ感も出せるような、そんなコーデに仕上げてみました。では続きまして9コーデ目でございます。この美術館デートコーデなんですけど、クリスマスに美術館デート行くかどうかちょっとわからないんですが、美術館が似合いそうだなと思って今回このテーマで行くんですけれども、今回はカラーというよりかは素材感だったりとかシルエットだったりとかでクリスマスデートっぽい感じを意識しております。この白のニットっていうのはクリスマスデートだったりとかには鉄板のアイテムだと思うので、まずはそれをチョイスして、レザーのイメージもすごい強かったので今回レザーのスカートを持ってきてよりデートっぽさを出してみました。このマフラーも緑が入ってるのでクリスマスっぽい雰囲気は出せると思います。ヘアクリップもちょっとモコモコな感じで冬らしさを取り入れてみました。では続きまして10コーデ目でございます。クリスマスマーケットコーデっていう風に書いてあるんですけど、公園とかでやってるような感じのクリスマスマーケットを想像したんですが、結構肌寒かったりするのでこのコーデは割としっかりと防寒ができるようなコーデになっているかなと思います。黒のスラックスだったりレザージャケットでちょっとかっこよさをプラスして、グリーンのニットもクリスマス感が出るかなと思うのでとっても映えるかなと思ってこれを選びました。でバッグもですね、今回イエローのバッグを持っていて、クリスマスって普通の人はちょっと違って特別な日だと思うので、こういったカラーものとかを入れてあげてもすごく特別感が出て可愛いかなと思います。では続きまして11コーデ目でございます。これはですね、まあ、カジュアルデートコーデっていう風に書いてあるんですが、まあ、一見なんかこう落ち着いた感じでクリスマスっぽさはって思うかもしれないんですけど、なんか逆にそれを狙っていて、クリスマスだけどなんか張り切りすぎてんのもちょっと恥ずかしいっていう方もいるかなと思って、まあ、普段着でも着やすいけどちょっとクリスマスっぽさも出したコーデになっております。じゃあどこでクリスマスっぽいのっていうことなんですけど、まあ、このニットだったりとかのバッグですね、このニットも美獣がついていてとってもキラキラしていたりとか、やっぱり白ニットっていうのはクリスマス感を一気に出してくれるアイテムだと思うので、それを選んでいたりとか、バッグもこのパールがついているもので上品なクリスマスっぽい、まあ、クリスマスの季節のキラキラとした感じをイメージしてコーデを組んでみました。では続いてでラストになります。ラスト12コーデ目こんな感じでございます。私このコーデすごく気に入ってるんですけど、私のイメージ的には女子会パーティーみたいな感じなんですけど、やっぱりこのワンピースですね、ポイントはやっぱりこれがパーティーっぽさをプラスしてくれるかなと思って今回これをポイントにコーデを組んでいます。私のイメージ的にはドレスコードがブラウンでっていう感じのパーティーを想像してたので、こんな感じのワントーンコーデを作ってみました。はい、ということで今回はこんな感じでクリスマスコーデをたくさん組んでみました。今回ちょっと裏テーマではあったんですが、マフラーをメインとしたクリスマスコーデでございました。同じマフラーでも全然ジャンルの違うコーデが組めたりするので、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。